をご覧の皆さん、はじめまして、西川かな子です、この作品は本当の実際の話です、かなり内容は過激ですし、センセーションの内容になってますが、主観撮りという撮り方で、撮らせていただいてますので、主観撮りだからこそ伝わる臨場感とかもあると思います。そうですね、見どころはやはりその、普通の映画じゃ味わえない、さっき言った通り主観でしか味わえないその絵ですね、だったり実際映ってないところで私たちも表情がない分セリフだったりとか、あと見える範囲での動きで表現したりだったりとか、相手の方もやっぱりそのカメラ目線で伝えるその芝居っていうのをなかなか普段は見れないと思いますので、それも一つの見どころの要因の一つかなと思ってます。そうですね、この作品は、まだ日本ではこういった問題ってなかなか、こういった問題、こういった作品に対してまだ社会では何て言うんですかね、構造が備わってないと言いますか、世界的な問題をもっと日本でもどん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 発信していかなければならないと思っています。ですのでそれを代表して陽子さんがこうやって実際に書かれていますし、強く今も生きていらっしゃいます。で、被害に遭われた方もたくさんいる中で、そういった方々の少しでも希望だったりとか励みになればとも私たちも思っていますので、ぜひこの作品はどちらかというと家で自宅で一人で見るっていうものではないと思います。一人でも多く、かなり過激になってますので、一人ではなく誰かと一緒に見に行って